ではないいかと思いますで、えー、今日お伝えしたいことはですね今度10月の24日にロスジェネ食堂の女子版っていうのを開催するんですけれども、えー、それに伴ってこの開催のきっかけになった表を皆さんにちょっと共有したいと思います。じゃん、えー、これはあのもっと多くの方があの検証して え何が起こっているのかということと対策を考えるべきポイントになる表なんですけど、えー、総務省の あの、統計局、労働力、統計よりということで、最新のデータを調べました、えー。ベーシックインカム学会の最新の学会誌にも書いたので、ぜひそちらの方も会員になっていただくとご覧いただけるので、えー、ベーシックインカム学会の会員、えー、9月の22日に開催される総会にも参加していただけたらと思うんですが、これ何かと言いますと、 えー、就業者数が、えー、コロナ前とあととどのぐらい変わっているのかという数字になってます。で全ての世代に,にとってこう減っているわけではないんですね。あのー、全体としましてはこう総数でいうと32万人、えー、この日本の、えー、この就業者数というのが、えー、今、 2020年7月の時点で6655万人になるわけですけれども、えー、こういあの実は1月の時点ではこれよりあの32万人多かった。つまりコロナの影響で半年間で32万人仕事がなくなったということなんですが、えー、これをどう読み取るかなんですけれども、実は増えてる世代もあります。どういった世代が増えてるかといいますと、 あの15歳から24歳、えー、若い世代たちですね、は、えー、仕事が増えている状態で、そして、えー、55歳から64歳、えー、1万人増えています。で、最も増えているのがですね、なんと65歳以上、えー、この,年,あの年金をもらっている世代だと、安く、 でも働いてくれるという状況がちょっと考えるんじゃないかと思うんですけれどもあの企業さんも、えー、高い賃金で、えー、こう良い条件で人を雇うということが苦しい状態なのかなというのがこの数字から見えてくるんですが、えー、この、えー、15歳から64歳まで全体で見ると55万人この就業者が、えー、減っているんですけれども。 あのそのうち最もこの、えー、就業者数が減っている世代というのがいわゆる働き盛りの,の世代になっています35歳から44歳まで31万人減っています45歳から54歳まで25万人減っています ちょっと異常なことがこの社会に起こってるんじゃないかということそして私は就職氷河期全国ネットワークの代表を務めさせていただいてまして35歳から49歳ぐらいまでいわゆる就職氷河期世代この大学の就職 大学卒業、高校卒業後の有効求人倍率が大変、えー、厳しく、そして社会に出ても正社員にはなれず、非正規を繰り返し、えー、キャリアアップどころか、年齢を増すほどに、この状況が、えー、悪化してきているというような、そういった中年世代なんですけど、この世代が大変このコロナの影響をより強く受けていると言えるんじゃないかと思うんですよ。ととこころがそういったことったてあまり今言われて なくてであの、一人一人の方があの仕事がなくなっちゃったとかいうことで不安を抱えてるんじゃないかということを考えまして、えー、就職氷河期の仲間たちと一緒に、えー、女子会を開くことにしましたなぜ女子会かというと結構ピンポイントでこの間男女含めての相談会をしたところその翌日実はという形でいろんな相談をいただきましてその中には この就職が全く仕事がなくなったというわけではないんだけど入れるシフトが減ったりしていて、まあ、手取りが減っていてそれを補うためにあの風俗で働いているんだけれども今、その風俗も、えー、コロナの感染の、えー、状況があって、えー、部屋でネット風俗というのがあるそうで。 そういうところで数千円や一万円をえ稼いで、その減っている分の収入を補っていると。こういったことはなかなか男性たちの前では伝えられないんで、というようなお話、えー、数名の方からいただきまして、これはまずいぞと思ってですね。えー、この男女の比で見てみますと、女性たちはより 男性に比べても厳しい状況にあるということが言えると思います。例えばですね、もともとこの女性たちというのは男性よりも賃金が少ない状況で働いているわけなんですが、この,あの男女比を見てみますと35歳から44歳まで男性が18万人減っている。 で、その、えー、女性がじ35歳から44歳、えー、13万人減っていますね。で、えー、45歳から54歳、ここが、えー、かなり深刻になってきてまして、えー、男性は、 あの、6ヶ月で6万人仕事をなくしている状態です。また、女性は45歳から54歳、なんと19万人の、えー、仕事がなくなっているという状況で、えー、中高年の女性たちが今大変厳しい状況にあるんじゃないかなと思いまして、あの、そういったお話を聞かせていただいたり、また、あの、その現場の声というのを、個人名を、えー、きちんと あの表に出ない形にしながら内閣官房の就職氷河期対策支援室に届けて、えー、きちんとそういった方々への,あの救済措置というのを取ってもらうように働きかけたりしなきゃいけないなということで緊急的に開催することになりました10月24日ぜひ、えー、飯田橋のワイルドピッチで開催します また当事者の方からあんまり高く頂くっていうこともいけないしでもまあ経費はかかるしということなんですがあのぜひですねこの企画を え、応援していただきたいと思ってまして、この企画そのものを応援したいという方は、えー、URL が配信のサイトのところに出てると思うんですけれども、あの、3000円で応援する、もしくは1万円で応援するというチケットもありますので、ぜひこういった声を、あの、世界に、社会に届ける活動、 当事者の方もねすごく自信を失っている方が多いんでなんかこうまあ集まってなんか仲良くなるだけでも何か力になるかもしれないしということで、えー、ぜひ開催を3000円もしくは1万円で応援していただけるというコースも用意していますのでぜひ皆さん応援お願いします。 応援をいただいた、えー、チケットご購入者の方には、えー、このロスジェネ女子食堂が終わった後に、その個人名は伏せた形でどういった声があったかというような報告を特別にさせていただきます。えー、世界最速だと思います。ぜひ応援の方お願いします。というわけで PR ムービーを作りましたので、<laughs> PR ムービーを、えー、ちょっとご覧いただいて、 この放送を終えたいいとと思っっっててますすちちょっと待ってくださでではこちらですこらの音楽はマッキーリズム様に BGM ご提供いただきました。マッキー様ロスジェネ女子食堂へのご支援をいただきました。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ロスジェネ 逆転人生取り戻しに行きましょうイエ今度 10, 10今度10月ですね24日の土曜日17時から飯田橋でロスゼネの女子会をやりたいと思います氷河期世代で頑張っている女性の方々氷河期世代でまあ男性の方とかにも話しづらいこととか子育てのこととか今後の働き方とか そういったものをぜひ皆さんでシェアしていきたいと思いますよろしくお願いいたします就職氷河期当事者全国ネットワーク代表の増山瑠奈です今までロスジェネ食堂は東京や名古屋などでも開催してきましたこういった形で女性たちだけにあのフォーカスしたロスジェネ女子会っていうのは初めてになります で皆さん話しにくいことなどもあるかと思うんですけれどもぜひそういった問題をお一人で抱えて悩まないでみんなで分かっち合いながら発信をそして解決法を考えていけたらと思っています私のもとにも3月にコロナの影響で仕事が減ったことをきっかけにネット風俗という部屋でそういったことをしているっていう話をお聞きしています えー、子育てで悩みながら、そういったお一人で悩まれている女性たちにぜひ集まっていただいて、一緒においしいお食事をしながら、そしてお話をさせていただけたらと思います。お、えー、お待ちしししていまますすよろしくお願いしますというわけで、お聞きいただきまして、ありがとうございました。おやすみなさい